帽子した後の配信とかでも、まあ、最近はないけど、リップだけは絶対に、本当にグレーなんです。なんか血色感の毛の字もない唇なんです私って。そう、こんばんは。だからいつもリップだけなってます。こんばんは。21時間配信はい、21時間配信です。今日もクリアありがとうございます。こんばんは。でも最近の私の成長は、リハにもちょっとメイクしていくようになりました。これはとても大きな成長こんばんは。なんかリハだからまあいいかなって思ってたけど、ちょっと ちゃんとメイクして出ます。そう、でも今日、昨日今日ですごい進んだんですよ、リハが。そう、だから本当にもうコンサート感って感じちょっと言う、なんかうんって感じなんです。もうコンサート感、うん、コンサートって感じ。こんばんは。リハにメイクしていく理由は、鏡に映る自分の顔が可愛くなさすぎると嫌なので多少マシな状態に持っていくというこんばんは。かわいい、ありがとうございます。楽しみですね。すごい、すごい楽しみです。どうぞ、もうやめよう。もうやめよう。喋り会追加ありがとうございます。今日の5時からオンライン喋り会受付が始まりまして、もうこれで今出てるお喋り会の日程はもうこの今回の申し込みで。できなくなっちゃうみたいなので忘れなくそう、しときました、ありがとうございます。さあ、でも結構16、18はね、もうリハ三昧な時ですね。私の最近の靴下は圧倒的ミッフィーが多いです。ミッフィー、バーバパパ、あのクレヨンしんちゃんの白です。マックステッキ、そうなんです、それもそれも魔法のステッキありがとうございます。そう、なんかこの前の NST 祭りさんでマックステッキ315号をサーヤと私で弾き語りをさせていただいたんですけど、それにそのマックス時315号の作曲してくださった方がいるんですけど、すごい反応してくださったんです。私のじゃないけど、そう、すごい嬉しい。こんばんは。ありがたいですね。そう、そういうことがあり嬉しいです。あとあれですよ、皆さん
10月の2日にあのガタチューブさんの動画で私たちのっていうかこの前の NST 祭りの裏側が10月2日の動画で上がるみたいなのでご覧ください。このあおちゃんの裏側見れる。でもちょっとどこ、私の裏側のどこが動画に使われてるかは分からないんですけど、はい、私の裏側が見れます。あ、舞台裏が見れます。私の裏側は見えません。あ、もう見れます。ん、まあまあまあ、この前の裏側が見れます。魔法のステーキありがとうございます。こんばんは。魔法のコンパクト、コンパクトありがとうございます。これはコンパクトって言うんですよ。あおちゃんの裏側と、そうです、私ちょっと聞いておく、今見せられないのがすごい残念なんですけど、まあ私なんかこっちは白いからなんかいつも「あおちゃんってジグロなの?」って言われた瞬間って裏見せるんです、いつも。キラキラありがとうございます。リボンありがとうございます。あ、そう、それで私が今から言いたいのは、あのね、なんか日焼け止めじゃない、なんか私多分これはまだ日焼けにそんなに執着してない、執着してるけどしてない証拠なのかもしれないんですけど、あのあれよ、あの足の甲、足のさ、この甲のとこはちょっと実験なんですよ、いつも毎年ちょっと何言ってんだって感じだけど実験してるんです。なんかあのサンダルをね履くじゃないですか、夏って。で私去年も今年も同じサンダルをよく履いてて、でその日焼け止めを塗らないで、あの要するに何だろう、靴のさ、ちゃんと直接日に当たってる部分と靴で隠されてる部分の日焼け度がどれくらい違うのかっていうのを毎年実験してて、今すごいアートめっちゃついてる。やっぱそう、日焼け止めって大事なんだね。そうだからすごいアートついてます今。あれどこで見れるかな、そうアイドルエッセンスとかで見れるかな。こんばんは。そう、なんかすごい今サンダル焼けしてんです、足の甲が。毎年そう、なんか私足は白いんです、足は白いの、黒い方なのかもしれないんですけど、私の体の中では白い方なんですよ。だから足はあんまり気をつけてない。腕と顔と首に大気をつけて。こんばんは。でも今年の夏はあんまり日焼けしてない気がするんです。そうだからちょっと来年のあおちゃんに期待。あ、今年の冬かな、今年の冬か来年の私の日焼け具合に期待しててください。こんばんは。でもすごい白くなったとは思うよ。顔は日焼けして、多分顔はあんま日焼けしてないと思う。でもなんか学校のお友達に白くなったねって言われる顔。
でも顔はさ一番なんか化粧水毎日つけたりしてるからさ、なんか白くなりそうだよね。こんばんは。あとは多分あれ、メイクし始めたら結構なんだろう、顔に塗る系って割と何、日焼け効果、日焼け止めのやつがさ入ってることが多いから、それいうの使ってると顔ってあんま焼けにくいのかもしれない。こんばんは。そう、あとはもうメイクさん、メイクさんが、メイクさんとマネージャーさんが言ってくださるおかげ、今日外だから日焼け止め塗りだねって言ってくれるおかげです。メイク道具、日焼け止め効果入ってるのもあります。 UV なんちゃら。うさってダンスナンバーなのかな、ダンスナンバーか。こんばんは。あれでまたダンスオーディションあったら参戦する。するかもしれない。多分すごい下手くそかもしれないけど、私あんまりなんか公演のパフォーマンスが好きだけど、別にダンススキルが特別あるかといえばそれはまた別の話じゃないですか、私って。だからすごいあれだけど、前にさノーエンマンのオーディションあったじゃないですか。あの時私出なかったんですけど、多分今ノーエンマンのオーディションあったら受けてるかもしれない。魔法のスティックありがとうございます。すごいよね。わかる。なんかノーエーマンもさ、ウザもさ、すごい難しいイメージがめちゃめちゃあるけどさ、多分ネモハモルーマーは本当にそれをまた超える難しさですよね。でも結構かかとを鳴らせもすごい難しい。複雑、サビがね。こんばんは。なんか結構今までそういう複雑な振りも自分で振り起こししてきたからなのかわかんないけど、最近やっぱり振り起こしが早くなった自分がなんか気がする。 あとねあれですよ、なんかすごい振り起こしする方がどれくらいいらっしゃるのかわからないですけど、あのなんか私見た方が覚えられると思ったんですよ。なんか見ながらまずとりあえず見る。まずとりあえず見てからの方がその後に踊れってなった時に全然できると思って、だからもし振り起こしする際はまずめっちゃ見た方がいいと思うってすごい思った。気づくの遅って感じだけどさ。でもありがとうございます。私はどうしても早く覚えなきゃってなると絶対にまず振り向きを見ながら踊ることを先にしてたんだけど、今
局どれくらいで覚えるの？オーサムだったら30分ぐらいでできました。でもオーサムはサビがずっと同じだから、ずっと同じだったり A メロ B メロもそんな振りが難しくなかったから、あとまあなんとなく分かってたからっていうのもあるけど、オーサムはそれくらいだったけど、本当に曲による。楽譜見る前に、あ、そうかもしれない。私ピアノ弾く時も音を聞いて楽譜見た方が全然弾ける。でもそれは多分なんかそう、なんか普通にそうなんだと思うんだけど、ポジションもなんかポジションを覚えるの大変って思われるじゃないですか。まあ、大変なんだけど、なんかすごい番号だけ覚えるってなったらさ、すごい演習率を覚えるみたいにすごい連続で、すごいシリが話した、演習率を覚えるみたいにすごい、じゃシリが話した、演習率を覚えるみたいにシリが話した、演習率を覚えるみたいに、あの番号覚えなきゃいけないけど、あの曲があるとちゃんとこのサビの位置はこの番号っていう、何そのちゃんと組み合わせがあるから組み合わせがあるからすごい覚えやすいなって思うから、そうちゃんとって覚えた方があれかなって思う。あとなんかそれこそ今コンサートのリハ中だけど、あのそのコンサートのリハってさ、元々の完成された立ち位置がないから、公演だとさもうオリジナルの立ち位置があるから、それの立ち位置通りに振りを覚えて、立ち位置通りにその場所に入ってってやってくけど、コンサートってもう何もないところから始まるから、まず立ち位置とかからなんですよ。立ち位置とかから始まってでやってくから、本当に覚え方が違うんですけど、しかもそれもすぐ言われて、え、じゃあここ何番ここ何番って言われて、言われるからもうまずメモするんです。メモするけどその時もうバタバタだから、後で読み返しても私が何の、なんか私の字すごい読めなかったりするんですよ。でもなんかちゃんと私は終わった後に全部綺麗に自分で立ち位置書くようにしてます。わかりやすいように。それでも難しい。コンサートの演出面白い、すごい面白い。ありがとうございます。そう、やっぱね、公演とコンサートは全然違うなってすごい思う。私ありがとうございます。そんな感じで最近は一日の番号をたくさん覚えてます。でもなんかやっぱりまだあれは混乱する、セトリの曲順セトリの曲順はすごい混乱しちゃう。それこそ続けてやったりする時とか、続けてやったりする時とかも次の曲なんだっけはすごいだろ。こんばんは。まあ多分やってったらそういうこともなくなるんだけど、今はもう次の曲なんだっけ状態、私の中で。カラオケはあまり、あ、もうそれ私もそう思っ、そういうスタンスにしました。もうみんな何の
何のあれも考えないでくださいね、私のカラオケ配信から何のあれもないので。全然もう制作したとこで何も関係ないよというのは言っとくね。もうカラオケ配信は私のその日の気分ってことでそう、でもまあなんかそうよ、あれネタバレすることは絶対しないけどさ、じゃあカラオケ配信しようかしないけど、知ってたとこでもやっぱりコンサートは全然面白そうって、もカラオケ配信しますこの流れで決めにくいな、なんかなんか決めにくいな。これさ、5枚目のカップリングも欲しかったりするよね。明日は公演だよ、みんなさん、夜公演。眩しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない、いつものグループみんなで渚で騒いだバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね、君と僕は仲が良すぎて冗談ばかり言ってる、真面目な顔をお互いするだけでなんだか恥ずかしくなる、ハッシュタグ好きなんだ僕はつぶやく、この胸の熱い気持ち SNS あげてみた、料理の写真ぼんやりと誰かの影、さりげなく片思い、地際を歩くのは恋愛中のカップルか、空気を読めないピエロたちか、もう10月だね、スイカ割り押しようなんてみん
なで盛り上がってるけどさ、その前に片付けようか。悪いやつが僕たちのこと気づいて林立ててる。目隠しされた僕が迷ってると、君の声だけ聞こえた。ハッシュタグ運命だ、後でつぶやく。その時に感じたこと、誰か聞いてくれ。奇跡はあるよ、よらがない今の想い。愛しさをたくさんだ。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやく。この胸の熱い気持ち、リプライ君からだ。スイカの写真、空振りの僕が写る。大好きな人となう、大好きな人となう。好きなんだってした。じゃあ、すごい真顔だって言われた、嬉しい。今日がどんな一日だったかなんて、帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。そう、家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、Yes。 それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、
どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。そう、その通り。いい曲。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かを、いつか必ず手に入れられること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね。ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、yes、それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。開始間違えた。夕日を見ているかでした。最後の曲、最後にしようじゃん。どうしよう。じゃあ今日はオサムにしますね。ローラローラリレリローラーですよ。ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー。おー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 。久しぶりだね、お元気ですか。ようやく会えて本当よかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say Hello。 あれから何してこうしてました。そんなことどうだっていいよね。ビートに乗って踊ろうぜ踊るしかなし。あと近くに来てました。だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで完全燃焼。おさんみんなで、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 愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せベベ。おさんみんなで、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 盛り上がってるかやばいくらい。あいつもこいつもハッピーでルルムよ。おー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 。二
やっと上がって、あんなに星が綺麗に見える。どんな涙もいつかは乾くよ、とっておきの笑顔見せて。生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかワークアウト。頭からにして揺れやす、体が勝手にグルーブしてくる。レッツパディ、ずっと夢見てた今日が来ること。そんで銃を手に入れた。オールナイトで騒げ、オーサム希望よ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 。信じ合ってるか、愛の力は何があっても永遠だよ。 Hey guys, オーサム希望よ、オーサム希望よ、オーサム希望よ、オーサム希望よ。信じ合ってるか、誰よりも今日の空を忘れるな。また会おう。ローラーリレリローラー、ローラーリレリローラー。イエーイ。これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ。心配ばっかりしたって始まらないんだろう。だから今は踊れ踊れ、目が夢中でエンドレス。楽しくやろうぜ、おーさんみんなで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 。愛し合ってるか、見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せ、ベイベー。おーさんみんなで、おーさんみんなで、ライドン、オーサムみんなで、オーサムみんなで。盛り上がってるか、やばいくらい。あいつもこいつもハッピーで、ルールムよ。おー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 。お邪魔でした。今日はライドンサービスでした。ライドンということで、今日もありがとうございました。今日はこの子と一緒に配信しました。はい、ということで、今から明日の夜ご飯を発表したいと思います。ちなみに今日は卵焼きだったんですけど、あの絵はあの曽我部ゆめさん開始のもと描いた卵焼きとなっております。そう、ゆめたんがね、見ててくれたの、ずっとくりありがとうございます。はい、ということで、明日の夜ご飯を発表したいと思います。どうしようか。じゃあ、すごいなんか朝ごはんっぽいのしか出てこない。どうしよう、考えろ、あおちゃん考えろ。じゃあどうしようか。パン、違う、卵かけご飯はちょっとあれかと思ったけど、すごい今朝ご飯しか出てこない。え、本当に朝ご飯っぽいのでもいいですか。ちょっとお弁当やりかもしれないけど、いきます。明日の、あ、でもちょっとやっぱかわいそうだからやめる。やっぱ違うのにしよう。決めました。いきます。明日の夜ご飯は、じゃか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 、じゃん、うどんです。うどん。本当はね、タコさんウインナーにした、しようと思ったんだけど、ちょっとみんなタコさんにするの手間かかるだろうし、ちょっと夜ご飯にタコさんウインナーは、しそすぎるなと思って、
ハートありがとうございます。あ、そっか、タコさんつけなきゃタコさん、確かにタコのヘマを、ヘマじゃないタコの手間を省けばよかったんですね。はい、ということで明日はうどんですはい、今から明日の配信時間を発表します。明日は夜9時半から配信します。はい、公演終わりでございます。公演終わりの夜9時半から配信したいと思います。きっと公演終わってテンションがタカ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 なのか、眠なのか分かりませんけど、見に来てくださいはい、ということでスクショタイムをします。どうしよう、うどん、最近すごい眠いの、てかさ、ここ1年ずっと眠い。撮れました？喋りすぎちゃったかな。寝てる寝てる。ここ1年ずっと眠いの、なんか眠いんです、ずっと。成長期、成長期だと私は思ってるよはい、ということで皆さん、オンラインおしゃべり会が受付中ですオンラインおしゃべり会受付中でございまして、10月の16日と10月の18日の受付を今ただいましておりますぜひあおちゃん会いに来てください。あの10月16日はハロウィンなんですけど、まあ何をあおちゃんが見れるかはお楽しみで、で18日はメイドさんです。メイドさんです。はい、ということで、ではでは本日のランキングを読みたいと思います。いきます。13位、茨城のゆうきさん、ありがとうございます。12位シロさん、ありがとうございます。11位ソウルメイトさん、ありがとうございます。10位 MS 明日公演楽しもうさん、ありがとうございます。9位ジンさん、ありがとうございます。8位金堂さん、ありがとうございます。7位タカラさん、ありがとうございます。6位うさうささん、ありがとうございます。5位マークーさん、ありがとうございます。4位、あおいちゃんより練習を優先しだした男さん、ありがとうございます。3位ポンポンさん、ありがとうございます。2位テールさん、ありがとうございます。1位よっくんさん、ありがとうございます。皆様本日もありがとうございました。また明日お会いしましょう。ということで、あいて、おやすみなさい。すごい時間ぴったりじゃない今日。ということで、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。また明日ね。バイバーイ。これは自動で切れます。また明日。おやすみなさーい。ね、とても尺がぴったりだ今日は。